はい、お待たせしました。いよいよ彼セーターセレモニーの始まりです。それではまず本人を呼びましょう。せーので、カレンでお願いします。せーの、カレン。風船持ってきたし、超えてあげた、超えてあげた、かわいいね、白だよ。はい、じゃあまずはじめ恒例のバースデーケーキのお願いします。続いてプロデューサーの福本さん、はい、カレン誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。またお約束中身は違うんで、ありがとうございます、はい、
はい、じゃあカレンに一言。カレンは、カレンの口癖は嫌い、興味ないです。世の中の多分 80% ぐらいのことに興味ない嫌いだと思います。はい、やんだ。まあね、それがその僕15歳になったんで、そろそろあれ嫌いこれ嫌いから卒業して、いろんなことを好きになって、ね、そうすればその自分で可能性の扉をいくらでも開くことができると思うんで、ね、このままだとせっかくのチャンスを閉じてしまうことになるんで、まあ、これからそのこの世界でずっとやっていく上で好き嫌いをまずなくすこと、いろんなことに興味を持っていろんなことを好きになってください。以上です。はい、はい、誕生日ですよねこれ。はい、じゃあ、私たちメンバーからもプレゼントがあるので、高いよ。カレン、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、エルフィーのみんなからもあるみたいなのでお願いします。せーの、お誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。めっちゃすらんかったな。言わんであげて。可愛かったよ、でも。怖い怖い怖い。はい、では、その他プレゼントのある方は壇上にお願いします。何ですかね、恥ずかしいみたい、はい、じゃあみんな、もしあるっていう方は物販で渡してあげてください。では、ビブリ的なビデオも見たところで、メンバーからの、お祝いメッセージをそれぞれ送りたいと思います。まず、いっちゃんから。私か、ちょっと待って、下がらないで。くっつこ、うんうん、くっつこ。ソーシャルディスタンスです。そうするわ。と、読みます。はい、カッピーへ改めてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。カッピーと会った時はお人形さんみたいに綺麗な人だなと思いました。それにプラス怖そうだなとかも思いました。でも友達になっていろんなことしたりダンスしたりしてみると、とっても優しくて私のお姉ちゃん的な存在になってました。私は妹がいてお姉ちゃんだったけど、お姉ちゃんずっと欲しいなって思ってたので、カッピーは本当にかけがえのない存在でした。で、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。大好きで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 す。ありがとう。じゃあ次は海からお願いします。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。小さい頃から本当にいろいろとありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後は私から、カレン改めて誕生日おめでとう。なんで笑うねん。ありがとうございます。カレン本当に入った時とは本当別人のようになっててね、経験を積むためにどんどん自分を出せるように輝かせることができるようになってて、私も本当に見習うところがたくさんあります。これからもたくさんいろんな、ね、大変なこともきついこともあると思うけど、ね、その明るさを武器にもっともっと輝いていってください。これからもよろしくね。よろしくね。はい、はい、では最後にカレンから皆さんにお手紙を読んでもらおうと思います。今日
今日は私の生誕祭にお越しいただきありがとうございます。この場を借りてみんなに感謝の気持ちを伝えたいと思います。まずはプロデューサーの福本さん、いつも本当に生意気で反発ばかり、変な態度を取ってしまう時もありました。それでも見守ってくださる福本さんにはいつも感謝をしています。これからもよろしくお願いします。次にメンバーのゆうちゃん、ゆうちゃんは本当にいつもニコニコしていて場を明るくさせてくれます。それでも悩みがあったりするかもしれないけど、いつも笑顔を絶やさないところ本当にすごいなって思います。これからも先輩として支えられるように頑張るからよろしくね。次は海海は誰よりも周りを見て一番に動いてるよね。周りに気を利かせて動いてる姿かっこいいなって思うよ。いつもありがとう。次にひなぴひなぴは先輩なのに先輩じゃないみたいで話しやすくて、私にとってお姉ちゃんみたいな存在です。くだらない話しかしないけど、その時間がものすごく楽しいです。これからも仲良くしてね。次にエルフィーのゆうわちゃん、さきちゃん、みなちゃん、あいなちゃん、みんなは本当に可愛くて小学生、中学1年生なのって思うくらいプロ意識が高くて、でもステージから降りると小学生、中学1年生だなって思うぐらいはしゃいで、いつも楽しそうだなって思いながら見てます。そしていつも声かけてくれてありがとう、めっちゃ嬉しいです。次に今日はいないけど清松先生、清松先生は時には優しく時には厳しくダンスの指導をしてくださいます。いつも面白くて、でも周りを見てて私やメンバーが元気ない時にすぐに気づいて大丈夫と声かけてくれます。本当に優しくて大好きです。次に家族のみんな、最初に私を産んでくれてありがとう、本当にありがとうございます。家族のみんながいなかったらここにいるファンの方々やメンバーなどいろいろな人に会うことはできませんでした。たまにわがままばかり言ったり、いろいろ迷惑をかけることもあるかもしれないけど、これからもよろしくお願いします。次に整体院さん、整体院さんのおかげでこんなに綺麗な飾り付けされた会場で楽しくライブをすることができました。私の整体院を受け付けて引き受けてくださり本当にありがとうございます。最後に今日来てくれたファンの方々、今日は皆さんが来てくれたからこそこんなに素敵な生誕祭を開催することができました。皆さんは本当に優しい方ばかりで、こんなに生意気でマイペースな私を受け止めてくれます。私がスパティオとしてアイドルでいられるのも皆さん一人一人がいてくれるからです。今日は時間を割いてまでここに来てくださり本当にありがとうございます。あと少しの時間ですが、終わった後楽しいライブだったなと思えるように私も楽しむので、皆さんも楽しもうね。これからもレベルアップを目指して頑張っていくので、見守っていただけると嬉しいです。みんな大好きだよ。あれより、はい、ありがとうございます。それでは最後にいよいよカレンのソロを披露してもらいたいと思います。めっちゃ知っとるやん。Thank you.
時いっぱい。バイ。席裏でこそこそ折ってた。うん、見てた。見てたの。バレてました。見ちゃった。はい、では最後に前から記念撮影をする。めっちゃ打ってくるんだけど。まだあったのかな。前から記念撮影をするので皆さんできるだけ前の方にお集まりください。エルフィーのみんなも撮れるかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。